ない教室の片隅に置かれたノートにあなたの名前を書いて受けした。ただ気づいて欲しくて、あなたに会えてよかったと、あなたの前で私の声があなたに届かないのは、臆病で弱虫なウサギだから。桜の花びらがひらひら舞う中で、コサージュが似合うあなたは群がる人に紛れ、浮かべながら笑っているそんなあなたを遠くから見ることしかできない。私は桜うさぎ、明日に閉まってるのかな。もう二度と見ることのないあなたの制服姿が眩しくて、あなたのことを思うほど私の顔が熱くなる。桜の花びらがひらひら散った頃、あなたに想いを伝えようと、今あるすべての勇気を出して高鳴る心、脈打つ鼓動を伝えなきゃ私の想い。桜の花びらが風に乗って運ばれて、私とあなたの髪がなびく。伝えたいと思えば思うほど涙が言葉を遮って、ありがとうございます。